視聴者から1個質問が来てて、まあ、あの、無職の方に対して一言、ちょっと、あの、別に、その、誹謗中傷とかじゃなくてもいいし、あの、な何か、まあ、アドバイスもいいし、何か一言っていうテーマで、あの、皆さんに、えっと、僕、明日も朝7時から、うん、今 <laughs> 日先で仕事なんですけど、<laughs> う,んう,んうん、<laughs> まあ、皆さんが、ね、どういう時間帯で働かれてるかわかんないんですけど、うん 無職の人は明日もゆっくり寝るかと思うと、うん、ちょっともうなんか、気持ち悪くなってきちゃいます <laughs> う。<laughs> <laughs> なるほど、家庭もね、あるっておっしゃってたしね。なるほど。じゃあ、他には。あ、じゃあ、ジョンソン。いや、あの、なんだろう、周りの人が今回、結構高学歴の人もいて、高学歴っていうか、高収入の人もい、うん、て、うんまあ、自分はあの高卒でやってるんですよ。ああ、言ってたね。うん でまあ正直あの友達にいるんですよ大学生あのそ今に23なんで、うん、大学生卒業して年目新卒を使わずに、うん、あのニートやってるやつがいるんですようん、うん、マジでそいつが憎くて許せない、まあ、まあだから自分なりには苦労してきたっては思ってるんで5年間働いてきただけですけど、うんうん、あのそまあやっぱり <laughs>。 あの視聴者のクソ兄と僕、<laughs> あの面白がって投票さしてると思って、本当に腹立つ。<laughs> 腹立つね、ムカ、うん、つくよね、やっぱね、無職。<laughs> はい、じゃあ、田中君。<laughs> はい、その時もともと夜食やってまして、あてててそうなんだ。はいで、そのコロナがちょうど来ちゃった時に、うん、お店ごと閉店になって、1か月間ニートをしたことがあるんですね、うん、実はああ。経験はある、うん、経験はあります。うん あの1か月間ニートやったときにすごくし、うん、あの精神的にもきちゃって、うん、あこれ、もう働かないとだめになると思って今の会社にバイトとして入って今正社員で働いてるんですけど、うん、よく1ヶ月以上もニートできるるななほど正直今も仕事がたくさんある中で僕の会社でも紹介しますからすごく働きましょう。<laughs> <laughs> 時代は働くわ <laughs> はいじゃあ言うとり俺中卒で16から働いてるんですよおお<ー>3519年ぐらい働いててうちのお父さんと一緒だうん仕事してなくてもなんかそれなりにやっぱ生きていけるのいいなと思ってああ<ー> <laughs> なるほどちょっとうらやましさがあると社会なめてんなと思って今多分この中にいるねえ1人以上の無職はちょっと食らってると思いますよあなたの。<laughs> が 学生はまだこれからやることがあるからいいんですけど、生ポしてんの、まじ働いてる <laughs> <laughs> まる、あ。いろんな理由があってね、その不正でやってる人とかはちゃんとしっかりしろ、ね、不正なやつは、まじでもう、うん、今働ける。なるほど。石川さん、はい。あの田中さんとちょっと似てるんですけど、自分も、うん、あのずっと二十歳ぐらいから働いてて。うん 1か月間だけ骨折して、入院して仕事していなかった期間があったんですけど、うん、その時本当に暇で、うん、もうなんかす、もうニ、ニートの人って、本当に日中、どうして、石川さん、怪我してそのままま居心地よくなっちゃったんじゃないですか石川さ 気持ちいいか <laughs> <laughs> 結構もう22、3ぐらいの時で、うん、スノボで腰骨折しちゃって、ああそれであの動けなくて入院したんですよね。な,るほどなので、まあ、そのままもう <laughs>、えー、っていう感じですね、なので、で今はもうあの全然前職とは違う仕事なんで。それで居心地よくなっちゃった。 それはないですね。電職,職は不動産屋です、ね。ああ、そうなんだ。んはい、へー。ててなるほど。山田君は。そうですね。うん、僕はそういうなんか、なんだろう、無職の人に対してなんかこう、嫌悪感というか別に何も感じてないんですけど、うんまあ、というのも僕も大学卒業してから、 要は新卒経験なかったんですよ。えぇ、そうなんだ。卒業して、やること本当に、やりたいこと本当にはなくて、うん、実家暮らしも長かったし、えぇ、ー、まあ、バイトとかいろいろやってきて、でも英語はできるから、なんとか英語を生かした仕事欲しいなってなって、でまあ、なんかネットの広告とか見て、なんかこんなゲーム関係の仕事やりませんかみたいなの見たんで、応募して、うん、で、まあ、 今はこうして仕事もあって、うん、家もあって結婚もして子供も生まれるんで、うん、ありがとうございますあのなんだろう諦め、まあ、なんだろう自分の立場的にこう無職何やってんだみたいな方を言,言わないと多分自分の後ろっていやそれは関係ないから <laughs> いかい多分自分不利なこと言ってると思うんですけど、うん、あの本当に無職の人に対してはなんかまあ <laughs> なんだろうやりたいこと、さっきも、あのー、ゆとりんさん言ってたみたいに、やりたいことや,、うん、やるなりあの、まあ、好きなこと見つけて、あの頑張っていけば、いつか絶対仕事は、ね、働けると思うんで、お<ー>頑張ってほしいなっていう気持ちは本当にありますなるほど皆さん、素晴らしいですね。